の？はい。父さん。なんだ、新太か。邪魔するな。向こうで遊べ。はい。海馬様、海馬様、めでたい姉妹に乱暴するような世間の奴らにないとどばちが当たりますように。海馬様、海馬様、ないと。海馬様、おい。父さんか。あそこには父さんがどこかで拾ってきた神様が祀ってあるんだ。拾ってきた神様？団ちゃん、僕んちの物置へ隠れようぜ。うん。さあ早く。うん。ここなら絶対見つからないぞ。うん。父ちゃん見つけた。あとは団ちゃんとしんちゃんだけなんだけどな。しんちゃん、なんだ、お獅子じゃないか。お正月に見ただろ。お獅子か、びっくりしたよ。ウルトラ6番目の弟も案外弱虫なんだな。ちょっとびっくりしただけさ。こんなものがなぜこんなところにあるんだい。父さんは姉妹の名人なんだ。じゃあ今年もやったんだね。酔っ払いに姉妹なんかやめろと言われて投げ飛ばされ、足を怪我しちまったんだ。ひどいね。もう姉妹なんかやってやらないと言ってるよ。姉妹ができないんじゃ、このおしも残念がってるだろうな。ん？おしが泣いてるぞ。嘘つけ。本当だよ。ほら、涙なんかじゃないよ。これは涙だよ。バカだな。木で作ったものが涙なんか流すと思ってるのか。こんなもの。しんちゃんやめろよ、壊れちゃうぞ。壊れたっていいよ。しんちゃん、つけろよ。あれ、あなんだ、ダンちゃん見つけた、しんちゃん見つけた、わーい、わーい。あ、そうだ、かくれんぼしてたんだっけ。二人ともずるいや。こんなところに隠れたら見つかりっこない。そんなことより、今からこのお獅子で鳥獣ごっこして遊ぼうよ。鳥獣ごっこ？よーし。こんなところまで遊びに来てんのか。うん。北斗さん、何かあったの？こちら三河、本部どうぞ。こちら本部、 BX 店の状況はどうだ。何か変わったことはないか。はい、異常ありません。かすかだけれど、確かにさっきから BX 店には鳥獣らしいものの気配があるんだ。もう少し注意して見回ってみてくれ。子供たちは鳥獣ごっこをしているほか、鳥獣らしい気配はありませんが。了解。北斗さん、この辺に鳥獣の気配があるの？ああ、本部の景気が確かに感じて、それで来たんだが。よし、僕らも一緒に探すよ。なあみんな。うん、探すよ。鳥獣ごっこより、本物の鳥獣探しの方が面白いや。みんな危険だから、変なものを見つけたらすぐに僕に知らせるんだよ。みんな行こうぜ、行こうぜ。しんちゃん、先にその牛を物置に戻してこいよ。よし来た。けんちゃん、太鼓持ってきてくれ。うん、行こうぜ、行こうぜ。最後。行こう行こう行こう。
まったな。どうしよう。父さん助けて。ケンちゃん父さん呼んできてくれよ。よし。シンタ、シンタ、どうしたんだ。父さん、取れなくなっちまった。どっかに引っかかってるのか。痛い痛い、あー、痛い痛い。一体これは。超人がいたのか。本部応答願います。こちら三河 BX 地点超人出現。すぐ出動してください。了解。50万馬力はあります。ミカ、北斗と一緒に付近の住民を避難させるんだ。こちらもすぐ出動する。了解。よし、全員出動。はい、はい。ミカ隊員、子供たちを避難させてくれ。はい。さあみんな、安全なところに逃げます。ダンも逃げなくちゃダメよ。やだい、ダンちゃん。ダン、どうしたんだ。言うこと聞かなきゃダメじゃないか。僕はウルトラ6番目の弟だ。だからこそ勝手なことは言えないはずだ。しんちゃんが戻ってこないのに僕だけ逃げるわけにはいかない。しんちゃんは長寿になっちゃったんだ。僕も逃げない。ケンちゃん、しんちゃんはきっと僕が助け出す。だから安心して逃げなさい。だ、お前残れ。ミカ隊員、後を頼む。はい、早く急いで。町が全滅してしまう。ミカ隊員、子供たちは安全な場所に避難させたわ。ああ北斗隊員、
の音は何かしら。獅子舞の太鼓の音だ。よし、確かめてくる。頼む。手出しができんとは、北斗は何をやってるんだ。腕が鳴りますね。北斗さんに怪しい太鼓の音を追ってったの。上空からも操作してください。家が立て込んでいてよく見えませんね。よし、着陸だ。はい、山中、着陸するぞ。こちら北斗、長寿はどうやらあの太鼓男に操られてるらしい。あの太鼓男に乗り移っていたのか。くそ、お万歳万歳、海馬様が俺の願いを聞き届けてくれたぞ。獅子舞をバカにするような奴はみんな叩き潰せ。
挟み撃ちだ。エース危ない。戦えない。この腹の中にはしんちゃんが閉じ込められているのだから。長寿だけだ。しかしあいつが長寿をやってて町を破壊しているんですよ。いや、おそらく催眠術のようなものをかけられているんだろう。じゃあどうしたらいいんです。見てろ。
でタック本部の1年間の魔除けが過ぎました。獅子舞というのは魔除けなんですよ。いや、どうもありがとう。大変見事な獅子舞でした。いい、皆さんには大変ご迷惑かけちまって、これはほんのお礼の印です。正月にできなかったからやってみたかったんだろ父さん。それもありましてな。しんちゃん、今度は死を大事にしてやらないと、また長寿しごらん。うわ、もうたくさんだよ。大事にするとも。雪の山で親子が長寿に襲われた。そして救援に駆けつけた北斗までが、父の魂がウーに乗り移る。小雪は叫ぶ、ウーよ、ウーと鳥獣の戦い、さあ来週もみんなで見よう。